皆さんこんにちは、さきです。そしてフラワです。今回はママに嘘を信じ込めさせた方の勝ち。はい、ということでですね、今から、まあ、普通になんか生活してるんですけど、はい、まあ、その中で嘘か本当かもわからないレベルのくだらない嘘を、まあ、たくさんついてってもらって、最終的にどちらが多く嘘を信じ込めさせたかっていう対決をしていきたいと思います。だから今から話す内容はもうマジほとんど嘘なんですよね。全部嘘の話なんですけど、まあその中でそれ絶対嘘だろうとか、事実確認されちゃってその嘘を違うじゃん、嘘じゃんって言われたり、本当みたいな疑われたりしたら点数に入んないんですけど、はい、そうなのとか、みたいな、ちょっと信じた、うん、信じたら、そう、信じた反応したらもう1ポイントっていうことで、今から頑張っていきたいと思います。でしかも今回、負けた方は勝者にスタバ怒ります。はい、勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。スタバのためなら頑張ります。ありがとうございます。ダークモカチョコチョコフラムチーノもらえます。ありがとうございます。シュガードーナツと、ハムチーズとあのキャラメルフルチーノ食べます。合計で1500円ぐらいします。頑張ってください。はい、頑張ります。あ、2000円ぐらいします。はい、ということでね、ママ結構騙されやすいんで、余裕かなと思いますので、はい、で後からあのバレても1ポイント減ってくからね、バレたたびにポイント減ってくんで、バレないようにお互い攻撃しながら、頑張っていきたいと思います。はい、それではどうぞ。え、明日雪降るでしょ。え、そうなの。昨日降ったじゃん。うん、今日寒かったじゃん。うん、明日も降るらしい。は？最悪じゃん。マジかよ、何しまったんだけど。目玉ステージが言ってた。目玉ステージ、じゃあ、ミスった、うるさい。もう喋りかけないでよ。あれやったしね。その紙なんかさ、もう一枚なんかどっか置いとってよ。ここにコピー機の下。やめたよ、置いたの。あ、それ俺がさ、使っちゃったよ。え、あの、昨日、うーちゃんとお絵描きした時にさ、使っちゃった。裏に置くんじゃん、裏。何やってんだよ。これあったでしょ。これ違うの。違うの。お、20万人いった TikTok。 え、あの、あれ、羽根だった。え、見せ100万回再生。見せハード少な。100万回再生なのにハード少なくね。見せやばっ。ほらすげえ。見せて。あと物。これはやばい。え、なんかさ、こういうさ、契約書のやつでミスったらなんか罰金みたいになった気がする。はい、いいか。てかさ、なんか先生がさ、ユースゼロにね、取り上げられたらしいよ。はい、え、なんか飲み会みたいな。え、先生が。うん、よくない。ユースなんかインタビューだったらしいよ。なんかみんなストーリーあげてた。俺も見た。ビール一人で3本一気飲みしてたやつでしょ。なんかコールされてたやつの、ゴーちゃんゴーちゃん飲み飲み、絶対嘘。そのコールでずっと飲んでたよ。あとなんかさ、今日さ、学校でさ、先生にさ、YouTube 流れてきたって言われたんだけど、もしかして、ママに怒られてるところじゃない。テストのやつ、あの、留年決定のやつ見たよって言われたんだけど、もっと勉強頑張んなって言われた。え、でもね、ミクさ、最近さ、あの、合唱するときに旅立ちの日に、ね、音楽に行ったの。先生が、モニターにね、あの、映すのね、旅立ちの日にのやつ、そのさ、おすすめ欄みたいなところに、お酒にしかあったんだけど、よくない。ゆうちゃん映ってた。ママ映ってた。映るわけないじゃん。でもさ、ね、報告みたいなのが毎日とか面白いみたいな。てか先生絶対見てるよね。あ、そういうことあるんだよね。なんかおすすめ欄みたいな。えぇ、ー、マジ気まずかったの時。全然恐ろしいよ。えぇ、あんまり知らない。誰。えぇ、他人だったら分かる。ないよ、ないけど大好きなんじゃん。あんまり知らない。結構俺お世話になってる。そうなの。いつも優しいです。優しいママでいてね、ゆうちゃんへ。ママ大好きだよ。ありがとう。いや、待って、ママ。それ俺が考えてあげた文章。そう。その後ろのハートサインが書いた。それ俺が書いた。ゆうちゃんが書いた。俺だよ。俺だよ。明日さ、1じゃねえじゃん。16度じゃん。熱。え、じゃあ、かやちゃん嘘だ。かやちゃん、珍しいです。そらしろ、マジ嘘ついてんだけど、じゃあ。何か明日は雪が降るでしょう。あ、何を詰めたの。ママ、ママ。え、ブラックないよ。え、あのさ、ハッピーセットとさ、あのゆえちゃんのあのセットしかないんだけど。1個しかない。なんでどうしよう、どうしよう。言ってた。え、言ってた。え、あんじゃん。あんだよ。なんでそんなやつに嘘つくの。どうしたの。そうだよ。いや、危な。面白くな。
廊下まで出てさ。くだらない嘘つかないんだよ、めんどくさいな。ね、なにこれママ。嘘つきすぎ。ね。ある。いいこれ。え？え？今のやばい。ハト死んだ。ハルト。ハト死んだ。あ、めんどくさい。え、どうしよう。はい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 、ということで今回は検証してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、何の、待って言ってみ。ハルトとおさきがくだらないことばっかり言っていたらママはいつ怒るのか。違います。そういう系じゃないの。じゃあ言います。おさきとハルをどちらが多くママに嘘をつけるか対決です。エイプリルフールにちなんだ企画なんですけれども、はい、なので、まあ、今回ついた嘘は、まあ、エイプリルフールなんで、まあ、全然、ね、罪ないんで、普通にエイプリルフール。待って、嘘、うん、あのこの 1,2 時間で話した内容も全部嘘です。待って、何嘘ついたっけ。いや、覚えてない。先生が引っ越すときはそうポールは嘘。ハルト、本当にマジ今切れてんのこいつに。なんかさっきからせっかく頑張ってついた嘘をさ持ってさ、捏造してさ嘘って思わせんのこいつ。なんかさ、自分の手が何してたのか知らんけど、ね、対決だから。そう、あー、じゃあ結果発表してよ。あ、そうですね。あ、そうか、勝負だったんだ、うん、はい、じゃあ行きます。俺もね、まだ見てなかったんだけど、行きます。1ポイント。お先は18。おお、しかもこれで嘘ついてケラされたのもめちゃくちゃあるから、もっと嘘ついてる。最低だわ、本当に。え、待って、やばい、これスタバで。何スタバって。スタバ怒るっていう。そう、こんな軽いことしてた。お願いします。じゃあ行きます。合計19個でした。やった。え、1個差。マジで、私さ、話してる時にちょっと画面見えた時にさ、7個ぐらい触ったのやばいなと思ったのに、ハルト嘘下手すぎて、ポイントめちゃくちゃさ、嘘でしょ、嘘でしょって言われてさ、めちゃくちゃ強かったんだよ。嘘、1.3。 うわ、ね、待って、悔しい。ねえ、ママの顔見て。2人ともめちゃめちゃ今盛り上がってんじゃん。ママ、ぶち切れてる。エイプリルフールだよ。エイプリルフールじゃないじゃん。もう何なの、本当に。まあ楽しかったんで、はい、いやマジおもろかった、マジ笑ったって感じで、まあ皆さんもガチのトーンでやるとか、ね、そういう悲しませる系の嘘はやらずに、楽しい、うちらみたいなくだらない嘘をしていきましょう。はい、ね、ということでこんな感じで終わりたいと思います。高評価、いいとボタン、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。お先に失礼します。ありがとうございます。